本番長です。ポパスです。今日は ZNE10WISH さんのですね、さっきやるわ。まあ、とりあえずやるわな。わかった、スモールライト、左が赤の、スモールキー左が赤のと、後ろですね、こっち切れてるの分かるかな、2つ、人気打つかなあかんのですけど、こっちがナンバー灯ですね、切れてるので、それの交換を社長にしていってもらいたいと思います。お願いします。前から、はーい。ボンネットは省略、はい。スモールはこのバッテリーのこの木は、はい、木はバッテリー、あ、え、これこれこれをはい、カップラついたまま、はい、ひねってもって、はい、ちょっと、バッテリーの後ろをかわすよ、はい、ちょっと長いから、そうやね、で、はい、これの抜いてお菓子出すみたいな、それいつも思うけど、それを1000円買ったらボロボロとこぼれるからね。そうですよ。で、このこっちからね、うん、え、点灯確認せんしとく、まあ、ええやろ、はい、OK、あ、しとく点灯確認です。あー、ついてる、 OK、 そういうこと言わんとってってはい、で、付け方ですね。で、まあ、そのまま入れてもらって、はい、この抜いた位置をこのカプラーの角度で覚えててもらって、はい、で、まあ、15度ぐらいかな、30度ぐらいかな45度ではなかったな回してください、まあ、それで、とりあえずこっちは、うん、OK、 ダン、 OK です。あっちも OK、 OK、 問題は、はい、そうですね、さあ、ナンバー9ですね、後ろ来ました。どうなってんのこれ、これ、うん、これから外れるようにしといてくれたんやけど、うん、まあ、これはもう、開けるの邪魔くさいから、はい、はい、もう変えたら両方とも、そうですね、こいつが先やな、うん、まあ、ここはちょっと浮かすだけにするから、うん、ちょっとガラスも、はい、あるから、うん、こうしたらかね必ず逆側からね、この熱線のあるやつは、ここ、うん、あ、これ、ここ、おお、当たった、この内側からピンが2箇所、はい、強く、うん、ここね、よいしょ、うん、これでここから、あとは、はい、こっちが、ちょっと待ってよ、はい、こいつが見えてるね、うん、まず刺さってるから、はい、ちょっとね、ここね、ちょっと、はい、うん、浮かせるぐらい、うん、うん、これで多分、はい、ええと思う、まあ、完成やね、かわすだけやからね、と、はい、ここと、はい、どっちから入れるのがいいかな、いや、ここもここがいい、ここが一番良かったな、うん、はい、通せるだけ、うん、はい、やっててください。で、ここは、はい、カバーがあります、消えなかったはずやけどな、うん、ここから外されんのかなうわ、外せっそうやって私も一緒思ったもん、うん、あ、ちゃうかなとか思いながら、うん、はい、あとはもうバンと、はい、下ろすだけ、うん、うん、
好きやねんけど、はい、こっちはちょっと割れてしまってるから。そうやね、うん、ここちょっと割れてます。うん、ここから見えるかな。遠いさ。遠い、まあ遠いけど見えるな。はい、これがいいな、この長いのね。取れた。おー、1箇所取れた。でも楽やね。混んでる三角、すげえ。すごっ。うん。ちょっと開く。はい。はい。こうな。まだこんなとも引っかかってるような気がするね。あ、怖い怖い。あ、見えてるかな。あ、見えた。はい。で、ここ。うん。まあまあかわして。うん、はい。してもって。あ、言うとこか。一応ピンの位置に。一応こんな感じ。はい。こいつがちょっと特殊で。うん。そうでしたね。ここはいけて。はい。ここは自動的に外れ。はい、あとはこのパン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 、はい、反対も一緒やね。ここがだから、こういうこの3箇所は外す。はい、うん、OK です、うん、そしてほっ、見えてくるのが、うん、こいつだよ、うん、はい、こいつまずこっちかよ、はい、まずこれな、うん、あ、こっちはいけるな、うん、こっちはいけるな、うん、でたまにこの取れたのやつは、うん、線がこうなってて回れへんやつだから、はいはい、そういうのがカプラ抜いて、はい、回るやつは、うん、これ結構90度以上回せるからね、うん、結構回すね、うん、おかしいで、これの場合は普通だと直角までいけるけど、うん、直角以上回さなかったからね。すごいねこれね、うん、はい、でこっち、うん、手は向こうやろ、じゃあ線届けへんやろ、まや、パチパチなってる。そう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 、で抜いて、わらでいて、で、これ、はい、まっすぐやけど一回手離しての真上まで行く。ここだ、すげえな、ここまで行かなかった、真上以上な、90度よりちょっとわあ、すごい。外れへんじゃなくて、もうちょっと回したら、はい、言ってください、うん、でつける時も一緒ね、うん、あ、ここから、うん、ここから100度回して右に、で、こいつはこれを回してカプラをつける、うん、これはもう点灯確認、こっちはそのままで点灯確認して、あ、こっちはそうですね、これを見たらあーい、あーい、オッケー、オッケー、オッケー、うん、両方大丈夫でした、うん、これもだから90度じゃなくて100度まで、100度まで行ってから回すね、うん、はい、うん、ここまで回す。これでまあもう一回点灯確認して、はい、OK、 ついてます。っていうのは、はい、ここが絶対に上から入るから、うん、はい、まず、うん、中に
放り込んであげるの、うん、放り込みながら、うん、ワイパーにかけて、うん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 、はい、でまあ放り込めたら、うん、さっきの、うん、このケツ入れて、はい、ワイパー入れた方がいいと思います。はい、刺してしまう。でこれとまあ浮き上げたまま、はい、うん、こいつも浮き上げたまま、はい、うん、あ入った、全部OK。 ね、でこれが、うん、ぐっと押さなあかんのか、うん、押さなあかんのか、ほんまは外してバカンやねんけど、うん、はい、ここからちょっと入れにくいな、うん、あ、いける、いけた、うん、はい、うん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 、ここ、はい、ここは絶対で、反対、うん、もうちょい、いや、上が引っかかる、この上が引っかかる、で、はい、向こうに押せば押すほど、うん、あ、ね、入った、入るから、あ、こっち、はーい、ね、あ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 、オッケー、これどう、おー、いけた、これはもうここにしたらいいか、オッケー、こっからはい、あの、さっきの、うん、カバー、ちっちゃいカバー、え、分かれへんで、うん、これ、まあ、このガーニッシュ外して、はい、こいつも外さなあかんと思うんだけど、うん、このままどうやったら、うん、あの、裏からポッと押して、うん、ランプごと外れる可能性もあるけど、まあ、怖いやね、まあ、こっちの方が楽やね、はい、今日はこんな感じでウィッシュさんのですね、スモールランプの交換とナンバー級の交換をやってきました。よかったら皆さんも作業の参考にしてください。お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。